サイドチェス清水太一です。はい、どうも清水太一です。今日は、前回ねルームツアーということでちょっと片付けられてない部屋をお見せしたんですけど、だいぶね片付いてきまして、結構必要なものとかも揃ってきて、かなり快適な部屋になっております。で、まあ段ボールの中に眠ってて見せられなかったものとかちょっとまあいろいろ見せていけたらなと思います。じゃあちょっと見ていきましょうか。まずはここにあるサプリメント類、前も紹介したんですよ。エビオスとマルチビタミンミネラルとビタミン C、 あとエゴマ油と、あとこれですね。これがピンクソルト、ブラックペッパー、みかんの皮の粉末、シナモンです。これを結構鶏肉にかけて今食べるようにしてます。ファイバー系のサプリメントで、便の調子が良くない時に飲んだりします。次はそうですね、これを見せなかった、裏にこれ今まで自分が取ったトロフィーとかがあるんですよ。でも飾る場所がなくてテレビの裏に行っちゃってます。じゃ古い順から紹介していきます。2013年ビスター LA ヘビー級に出た時なんですね。これ国際大会に出た2番目の大会で、これは5位です。5位入賞でした。結構納得いかなかったんですけど、今画像とか見返すと、あ、5位だねって感じなんです。で、次に、これですね。夏にあったアジア選手権、100キロ級で3位を取りました。これ、重い階級で3位を取るっていうのが、日本人の誰もなくて、旧 IFBB の、まあ、ユニバース使ってるような人たちが、このアジア選手権に集まってくる。確か、トップ4がすごいメンツだったね。ミスターモンゴルと、自分と、イランのやつと、あと、インドのムラリクマっていう、ものすごい選手がいて、まあ、その4人の対決で、自分はミスターモンゴルの人を倒して、3位になりました。その時のメダルがこれですね。でその次がこれですね。同年の中国で行われたプロコンテストのゴールデンタイムズチャンピオンシップスっていうのがあって、でここには各国から招待された選手だけが出れる大会がありまして、これはもう団体連盟問わず、もういろんな団体のプロと呼ばれるトップの人たちが集まる大会で、ピーター・モアっていうハンガリーのすごく有名な選手がいて、でその人と一緒に登録していて、まあ、一緒に行動とかもしてたんですけど、まあ彼が優勝で自分は4位でした。その時5位の選手が前年度の優勝者のロシアのニコライっていうものすごいバルクの人 でその人かピーターが優勝、どっちかって言われてたんですけど、まあ、ユニバースで活躍してて日本人選手が誰も勝てなかった選手に自分が勝って、まあ、これいただきました。賞金出ました。初めてじゃないですかね。確かに賞金をもらえた大会は。これが初めてです。で、次が2015年、これです。ミスター LA の階級を上げてスーパーヘビー級に出て、で、これまあ、残念ながら2位だったんですけど、優勝者が、今自分がコーチングしてもらっているクリス・コーミアの弟子の、まあ、ジェリー・ウィーマー・ウィリアムズっていう選手だったんですね。すごいプロポーションで、本当もうどうしようもないなっていうぐらい良いプロポーションです。でもまあ、筋肉量では結構勝負もできていて、まあ、もう本当仕上がりとプロポーション負けみたいな感じになっちゃいました。で、次は
2017年のフィットネスムーブメントビッグメント、これがねとんでもない試合だったんですよ。もう全員各国ナンバー1位の選手みたいな人が出てきてて、もうほんとゴールデンタイムズよりもレベルが高い、プロになれるけどならないみたいな選手が大量に集まっていて、今度自分が出るアーノルドクラシック、もう優勝してる人が出てるんですよ、これ。そういう人が2位だったんですよ。アーノルドクラシック勝ってんのに、プロになってない、なってないっていうフィリピンの選手がいる、ジョン・アンドリュース選手がいて、まあ、そういう人も出てるような大会の中で、まあ、総勢20、30名近くかな、自分10位だったんですけど、それよりも下の選手、半分ぐらいかな、プロに立ってるんですよ。10位ってなんか響きは悪いですけど、あのメンツの中で10位ってのはかなりすごいことかなと思います。で、その時のメダルがこれですね、これもやっぱ賞金出ました。賞金が出るコンテストやっぱレベル高いですね、集まります。その直後にアマチュアで、これは4位になってしまったんで、これは4位になってしまった。これ、今 IFBB って2つに団体が分かれてしまっているんですけど、これ、この大会が、最後にエリート側とプロ側が一緒にコンテストを行うっていう、最後の大会だったんです。めちゃくちゃありました。まあ、その中で、まあ、4位ってことで、100キロ級。すごい大会でしたね。いろいろな意味で、香港のチョンキンマンションってところに泊まったんですけど、ネットで検索しただけで、まあ、悪の巣窟みたいなのが書かれて、まあ、まあまあまあそんな大したことないだろうと、まあ、地元のアジア回ってきたり危ないところを見てきたから全然大したことないだろうと思ったんですけど、ここぶっ飛んでますね。どこに行ってもぼったくられるみたいな、なかなかエキセントリックな場所だなと。この後にマッスルコンテストインターナショナルに、まあこれ出たんですけど、これが一番重い重量で優勝しました。でこれがもう最後ですね。この時のオーバーオール の比較審査の時にサザーリサマットっていう世界選手権10回優勝してる人が出てて、出た瞬間にあ、これ俺もうサザーリに負けるかなと思って出てたんですけど、サザーリより順位は上でした。で、これ達成したのも日本人初めてです。サザーリに勝った日本人が今までいないです。誰一人として確か勝ってないはずです、日本の選手が。で、国民優勝まで彼もらってます。その人に勝ちました。そうですね、大会のところはこれぐらいにして、次が、サプリメントもっとあるんで、ちょっと。